皆さんこんにちは、スルベです。前回ですね、マーベットの挑戦状の方を全てクリアしたところで終わっていました。そしてその後ですね、素材を集めているうちにティルラさんの素材が全て集まりまして、星6だから出てない、入手順にしよう。まあこの通り、この子じゃない、この子は読んだ、こっちのこの通りですね、星6のティルラさんを無事に作り上げることができました。マーベットさんについてはまだ資材じゃないですね、素材をちょっと集めてるような段階なので、もう少し時間もかかるかもしれませんし、正直間に合わないかもしれないですけど、とりあえずそうですね、一通りテクニカルクエストの、まあ、ボスの傾向をちょっと見ておきたいというのもありますので、まあ、このまま次はローゼマーさんだったと思うんですけどね、緑属性の、まあ、そのボスの方をちょっと相手にしていこうと思います。そしてまあ今回挑む、まあ、デッキなんですけれども、まあ、ちょっとインターネットのサイトを見てみるとですね、どうも緑まあやたらとなんか反射を使ってくるという話でした。まあ緑の単色で副属性のないデッキでしたら比較的じゃないな、まあ、緑色のみの単色でしたらその反射の影響を受けにくいというふうに情報をいただいてますので、とりあえずはまあ単色ですね、今純粋な単色ということで今まあ組ませてます。まあこちらにまあまず蒸気のリデルさんを入れて、まあこの子は最初にチャンスプヨを生成するタイプの子ですね、まあ、初代とまあ魔導学校のまあ2パターンあるんですけど、まあちょっとスキルのちょっと傾向といいますか、そういうのが違う。そしてまあこの子の場合は3属性以下の、まあ、緑以外で、まあ、もう1色、いや3色までか、まあ、3色以内のデッキであれば攻撃力をさらに上乗せするという特性もあるのでですね、まあ、火力面にで言えば、まあ、まあ同じ蒸気のですね、まあ、初代シリーズに比べると若干プラスされるんじゃないかなというところはありますね。でまあこちらはフロノさんで、うん、まああれですね、着ぐるみ騎士団の方です。まあ通常攻撃をまあ全体攻撃にするということで、まあこの子も最終ステージのあたりでまあスキルを発動して、まあ、敵を一掃してしまいたいなというのがありますね。そしてまあイベントの間に作っておいた魔物ガールズのエムプーサさんです。エムプーサさん。この子もカウンタータイプということで、まああまり今私はこの今回のテクニカルクエストにおいてカウンタータイプを入れたことがなかったということもありますので、まあ大体どのぐらいのダメージをカウンターのダメージとして与えられるのかということも見ておきたいですし、この子を選んだのもガールズでちょっと統一したかったからというのもあるんですよね。他にも重装兵のシリーズの子だったり、熱砂っていうのかな、熱砂の旅シリーズの子だったりと言いますけれども、まあ、今回はまあこの子を試してみようと思います。そしてまあサンドラさんです。この子はあれですね、ネクストプヨを3ターンの間緑色にするということで、まあ女性のキャラクターですと多分唯一じゃないですかね、うん、他にちょっといたかも、ちょっと記憶、私の記憶もちょっと曖昧ですけれども、まあ多分女性ではこの子だけだったと思います。夢の配達人シリーズ。でまあ、クマグルミさんですね。一
応目覚めしシリーズもいるにはいたんですけれども、タンスのこともありますのでですね、こちらはまあ比較的少ない数で発動できる上、まあ割合回復なので毎日その何ていうのかな、毎日なんかこう回復に制限のつく、回復量のちょっと少ない、まあ回復力を少なくするようなスキルを使う敵を前にした時などは、こういう割合回復の方が数字の上では回復しやすいというメリットがありますのでですね、まあそういう意味でちょっと入れてます。剣士リデルさんを入れるとしてもありましたけれども、まあその子についてもスキルのまあ個数ですかね、まあ緑ぷよを消す数のことから、とりあえず私は着ぐるみシリーズを選ぶことにしました。それでは、まあ、早速遊んでいきたいと思います。まあ、ローゼマの挑戦状、あと話で聞く限りですね、そのハートボックスをですね、なんかこうプヨを消した時に巻き込んでしまうと、どうもダメージを受けてしまうと、あのとことんクエストもちょっと中盤以降登るようになると、そういうトラップがあったと思うんですけれども、それとほぼ同じようなトラップがあるという話を聞いてます。なのでもし今回、まあその今のデッキできついなと感じるようなことがありましたら、まあその時によりますけれども、またデッキをちょっと考え直さないといけないかなと、まあ思う、まあそう判断する場合もありますので、そのあたりはご了承いただけますと幸いです。まあそれではちょっと話がちょっと長く、まあ7分ぐらいちょっと話してましたけどね、話が長くなってしまいましたが、そろそろ始めていきたいと思います。まあ、実際にはどういう仕掛けがあるのかは試してみないと何とも言えませんからね。ハートを消すとダメージになる。まあ、まあ、極力消していくようにしないといけないわけですね。前回のティルラーさんやマーベットさんにあった、あの、まあ、2色同時消しとか、あの、3連鎖以上で回復というのがない分、まあ、消す方の意味では、若干緩くなったかなと思うところですけども、今度はまあ、このハートボックスでダメージという制約がついてきますのでですね。そのあたりがちょっと今回課題になってくるかなというところで、早速だったね、いきなりやってみます。うわあ、出てきたか。あ、でも大連鎖に成功するとそのダメージ分もいくらか減るはずなので、まあこれはまあ事故が起こった時の保険というふうにも使えますね。若干減るんです。まあ回復、あ、そうか、その後成功したらダメージなの、ダマイゼロぐらいなんだな。さて次は、あ、ダメ、ハートマックス、ハートクレイってか、早速した。まあ今のは予測できないですよ。降ってきた分でしたもん。まあまだチャンスプヨもありますからね。楽しんでくれましたか？そうか、このステージだけで終わりでしたね。最初のステージなのでまだ何とも言えないですね。まだこの辺りではちょっとどう判断していいのか。ちょっと2つ目3つ目と進んでいくうちに、まあ、デッキの方も見直していくことになると思いますけれども、まあ、しばらくは今のデッキのまま様子を見ていきたいと思います。まあ、ちょっとミッション報酬など届いてますので、まあ、びっくりマークがちょっとついてますのでですね、あ、これも報酬が、まあ、ローゼマーさんの強化にちょっと必要なものでですね、まあ、この素材を最終的には5個集めて星6素材にするというのも課題になってきます。で、まあこの中にもいますけども、ローゼマさん、まあ、この子ですね。
その女性の方がさ、まあ、私はよくまあよくでもないですけれども、まあちょっとロックをつける癖がどうもあるもんでですね、間違えて消してしまわないようにというのは、間違えて消してしまわないように、まあ初めて手に入れたカードは基本的にロックをかけるようにしてね。なのでまあ今回もその例に漏れず、まあロックはかけるようにしますね。で、素材がたまり次第この子は星5に、まあ上げると思います。もう上がるんだ、もう上がりますね。早速上げていきます。早速上がりました。あ、多分マルチやったからだと思います。マルチもやったりして、まあ、結構素材集めてます。で、まあ星6の準備としてレベルマックスにしたところで一応キープという。で、先ほどの植物を5個、その5個合成、先ほどの植物のアイテムを5個集めて、それをまあ一つにしたものがこの瓶の中に入っているこのアイテムです。それが結局4ついるわけですね。なのです、まあこれはこれで手間がかかりますし、この緑色のなんかアイテムあるじゃないですか。これは一番難しい難易度をコンティニューすることなくクリアすると初めて手に入るというもので、まあ本文はまあ本文、まあ素材を集める部分を除けば本文はこちらの方でもありますね。まあ、最終課題としてはまあこれです。さて、今回はまあここで区切りたいと思います。まあ、いつもながらですけれども、ご清聴どうもありがとうございました。では、失礼します。